スタンプチャンネル始まりました。天地スタンプ吉永です。土橋ひろきです。ういし、本日は土橋ひろきが選んだ船橋王と名勝負集。船橋王と名勝負は廃止となりまして、うん、もう存在しないんですけれども、うん、まあ私ね、千葉県民として船橋オートレーションに通い詰めてたんでね、うん、そんな私が選んだ船橋オートレーションで行われた名レースをね、うん、自分で個人的な視点でね、はいはい、選んだレースを皆様にご紹介したいなと思います。独断と偏見のね、独断偏見、うん、まあ、偏見、土橋の独断と偏見による、うん、はい、で3本皆様にね、はい、お見せしたいなと思います。船橋があったから土橋はオートレースに今もねどっぷりハマってるわけ。そういうことでございます。本当にオートレースというものがあるおかげで私人生がもう豊かというか、うん、バラ色といいますか、はい、非常に素晴らしい人生を送らさせていただいております。はい、まあ、そういうもね船橋オートレースのおかげということで、ということで早速じゃあ1本目の方ね、うん、見ていきたいなと思います。はい、はい、まず1本目こちらでございます。2007年11月に行われました船橋オート祭の優勝戦でございます。このレースはですね、その当時絶好調だった山田正弘選手がね、最後の最後で刺すという、ね、レースを見せてくれるんですけれどもね、レースの方注目して見ていきたいなと思います。2007年で言うと土橋何歳ぐらい、高校生かな、はい、高校1とか2年とかそれぐらいだったはずです、はい、まあ、結構もう14年前っていうね、うん、結構昔のレースなんですけれども、はい、山田正弘選手が当時絶好調だったね、うん、時のレースをね皆様にご紹介したいなと思います、うん、ということで早速見ていきましょう。どうぞ。ナノ111優勝戦の発走でございます。人気は荒尾池田、この2人に集まっています。2秒を切りました。優勝戦スタートを切りました。山田が好スタート、さらには3番の荒尾がいった、8番の小林幸はスタートしてしまいました。後続各社はやや不利を受けたか。さあ先頭には速攻で荒尾でありますが、山田が早くもスタートを決め2番手のうち、その後ろに続いているのが北長井、そして池田正和、現在は3番手。後方の4社は遅れてしまいました。2周目に入っています。早くも前の4社の争いでしょうか。先頭は荒尾です。荒尾が引っ張ります。山田が2番手マークしている。さあどこで仕掛けるかという感じでありますが、さあ迫ってくるか。その後ろからは地元の2人、長井、さらには池田、続いています。さあ飯塚の荒尾、そこに押さえかかれば船橋が誇る三巡士、まずは山田、山田が競りかける、山田が競りかける、山田が飛び込んだ、山田が先頭だ、山田先頭、はらんだ、差し返す、荒尾が差し返す、さらに長井が差をつける、これで残り5周回、まだまだ周回数残っている。池田が4番手で虎視眈々、後続各社は早くもなすめなしのような状況でありますが、前の4社の攻防だ。もう1回、もう1回入ってくるか。荒尾が先頭再ダッシュ、6番山田が2番手交代した。その後ろから4番の長井大輔、長井の手をかかう、レースは残り3周切りました。荒尾が先頭、2番手山田、3番手から長井大輔、長井にも十分チャンスはありそうだ。その後ろ池田はやや離されての4番手、前3社の攻防と変わってきたか。先頭は3番の荒尾、荒尾先頭、山田、さらには長井大輔、レースは残り3周切りました。さあ飯塚の荒尾聡、このまま押し切れるか。差が広がり始めたか。6番山田の後ろからは長井が迫っている。長井も攻めどころを探しているが、なかなか前に行けないが、さあここでアウトコースへと車を並べていく。山田の外に長井大輔、レースは残り2周回、荒尾が先頭だ。飯塚の勢いは止まらないか。先頭荒尾、2番手山田、まだまだしかしわからない。もう1回渾身の力で迫ってくる山田、山田が競るチャンスはあるかどうか。長い3番手、池田もなんで4番手。さあレースは残り1周、入っていく、入っていく、いや入れない、入れない、荒尾が抑えた、荒尾が抑えた、荒尾が先頭だ。山田の内側から渾身の切り込みは4番の長い、長い入れるか、いや届かない、荒尾先頭だ。しかし山田最後インコース渾身の切り込みだ。山田か荒尾か、並んでゴール、1投だ。はい、はい、山田正弘選手が最後あの荒尾聡選手をちょい差しで差しての優勝ということで、うんうん、はい、で山田正弘選手しかもスタートもすごかったね。永井選手とか、うん、池田選手の外からスタート決めてったから、ね、そうね、半端じゃないね。荒尾選手抜けるかどうかっていうレースだった、ね、うん、一
回抜いて、うん、また払んで、うん、荒尾選手が返して、はい、で最後の最後ゴール直線で山田選手がかわすというね、うん、レース展開でした、はい、いや素晴らしい。はい、続いてこちらです、はい、2011年2月に行いました G2 サザンカップの優勝戦でございます、うん、はい、こちらねもう中村選手と高橋光選手のバチバチのやり合いにね、うん、注目していただきたいなと思います。おー、ということで早速2本目見ていきましょう。どうぞ。 F ニーナ、ブルーランプ消えました。日刊スポーツ G2 サザンカカップ優勝戦スタートを切りました。まずはゼロ班は外から山中か、3番の荒川がスタート立ち遅れました。おっと後方からは高橋光が中村の外から一気の仕掛け、高橋光中村よりもまずはスタートで前に出ました。4番手中村その後ろから追う競争になりました。さあ高橋が早くも3番手と上がるんでしょうか。三村を突破して高橋が3番手、中村雅人は落ち着いているのか。現在5番手から4番手へと上がってまいりました。行かれましたがついてきているぞ7番の中村雅人。高橋の後ろから中村がぴったり影のようについてまいります。残り6周回、先頭山中、2番手が1番平川、船橋の28キロ突破していくのは8番の高橋光、高橋2番手、中村3番手、さあ人気の2人が2番手3番手上がってこの4コーナーから立ち上がり、高橋が難なく山中を捉えて先頭に抜け出しました。しかしまだまだドラマはこれからであります。2番手山中、その後ろから来ているのは中村雅人、さあ同期を捉えて同期を捉えて中村が2番手へと上がってまいりました。ここからが見ものであります。さあ高橋がスタートから主導権を掴んでいきました。ここからの勝負、スタミナ勝負、中村雅人2番手からさあ高橋に挑戦状を叩きつけるのか。その車間が縮まってくる。さあ何かが起こりそうか。残り3周、高橋光を追ってきたのは7番の中村雅人。さあ中村が体勢を作る。場内大歓声大歓声、中村雅人高橋を捉えた。さあ船橋の名勝負が始まった。中村高橋この2人の対決、対決を楽しんでいるかのように差し返す高橋、やり返す中村、デッドヒートデッドヒート、譲らない譲らない、打ち合いになった。波乱だ中村、差し返す高橋、場内割れんばかりの大歓声。これが G2 か、まだまだ見たい、まだまだ見たい2人の対戦でありますが、さあ高橋か中村か、中村差し返すか。もう1回入る入る、入った入った、中村入った、高橋が差し返してまいりました。この2人の対決は王者に軍配か。はい、おうわもうバチバチの抜いて抜かれてのやり合い、すごいな。3回4回ぐらいやったから200回ぐらいやってなかった。200回ぐらいやってなかったそれぐらいもなんかすごいもうバチバチ、うんうん、いやすごいわ。でしかもなんか道中1回なんか接触しそうなやつあったよね。いやそれもすごい、なんか見てるとなんかハラハラしちゃうというかね。そう、うん、まあ、でも楽しいっていう、楽しい、まあ、これ確かに記憶に残るな、残る、うん、まあ、やっぱボクサーということでもうなんかバチバチの打ち合いみたいな、うん、ノーガード戦法でやってたような感じのレースだったね、うんうん、まあ、中村選手がいるから今ボクサーに例えたのね。そうです、うん、はい、はい、ということで、はい、3本目の方見ていきましょう。はい、こちら2011年10月に行いました SG 日本選手権オートレースの優勝戦でございます。はい、こちらね雨となったんですけども、うん、雨の強い高橋光選手や青木春近選手、うん、そして有吉達也選手に荒尾聡選手、田中茂選手というね雨の強豪選手がいる中、永井大輔選手がね雨の SG をね制するんですけどもね、ど私この優勝戦結構印象に残っててね、うん、なんかすごい永井選手ですげえなって思うようなレースだったんでね、これを選ばさせていただきました。雨といえば荒尾選手強いけど、うん、それに勝つということですね。勝つということです、うん、はい、ちょっとそのレース見ていきたいなと思います、はい、ということで見ていきましょう。どうぞ。ビズビム歓声が響き渡っています。5秒を切りました。3秒前日本選手権優勝戦スタートを切りました。このスタートアウト、しかしチェンジを入れて有吉達也がトップスタート。有吉がまずは行きました。
外目から6番の長井も好位置につける。長井が2番手、そのインコースには7番の荒尾としてあります。さあ序盤戦は同期の対決になりました。まずは有吉、そして長井が2番手、3番手に荒尾が虎視眈々という形であります。その後ろでは高橋美鈴のインコースに青木春近が飛び込んでいきました。高橋を青木がさばいて今4番手へと上がっております。しかし前は有吉と長井が飛ばしていく。そして3番手には荒尾、さらには青木、その後ろに高橋美鈴、中段から後方ですが早船、早船現在後方から3番手を走っています。さあ依然として4番の有吉が先頭でありますが、ちぎってはおりません。まだまだ何かが起こりそうなレース展開であります。まだまだ長い道のりが待っています。有吉が先頭、さあここで荒尾が長井の内を狙ったが、ここは長井が抑え込んでいきました。長井2番手をキープしています。その後ろ荒尾聡、そして青木春しか4番手、まだまだ圏内。さあ前が徐々に固まってきている。さあ青木がさばいてきた。青木が荒尾をさばいた。そしてここで有吉を長井が捉えた。地元の長井が先頭に抜け出しました。満を持して地元の長井が先頭に抜け出しました。さあ地元で日本選手権連覇なるかどうか。長井大輔先頭、有吉が2番手、3番手の青木、さあ青木が今度は有吉を狙っているインコースから青木がインコースから狙っていきますがどうか。その後ろに外を回って荒尾、さあここで青木春近、場内大歓声、2番手と青木が上がったが少々膨らんでいる。さあ長井リードを広げる。6番長井が先頭だ、長井が先頭だ、長井先頭、そして2番手に青木、3番手が荒尾、その後ろ外を回って高橋美鈴、現在4番手、長井が突き放している。この雨を味方につけたか長井大輔、現在リードは 20m、 残り3周切りました。さあ2番手青木もまだまだ諦めていないか、荒尾も食らいついている。3番手各選手の投手と投手がぶつかり合っていますが、先頭6番の長井、苦しみ抜いた白氷の準決勝からこの優勝戦、見事に先頭に抜け出した6番の長井大輔、先頭キープ。さあ2番手が青木、その後ろ荒尾が3番手で食らいつく形になりましたが、6番の長井、これはセーフティーリードか。6番の長井大輔、見事選手権の連覇が見えてまいりました。さあ2番手、やり返しやり返す、荒尾が差し返しました。荒尾が意地を見せる。先頭長井、2番手荒尾、昨年と同じワンツー決着か。ホームで見事にその牙城を守ってみせる。6番長井大輔先頭、その走りでファンの期待に応えた。はい、いや長井選手、うん、こんな雨の強豪選手がいる中、うん、見事に優勝ということで、しかも地元、はい、地元ですよ、地元で日本選手権制覇、うん、いやすごい、まあ、有吉選手ともうスタートはやっぱり決めてるで、高橋美鈴選手も追い込んできた、うん、ね、荒尾選手も巻き返してきた、うん、で青木春近選手も雨得意なんでね、うん、あの優勝争い序盤ね、うん、加わったりとか、うん、もう見応え十分のレースでしたね、はい、やっぱ、まあ、どうなんだろう、個人的に選んだやつなんでね、うん、まあ賛否両論あるかと思いますが、私はねこの3本を選ばさせていただきました、はい、いやでもセンスあるよ、うん、選んだセンスある、お前は、ここで、ここで覚えてやろう、まあ、一応上から見せて、ありがとう、視聴者の代わりに言ってやるわ、あ視聴者の、うん、ここでこれってはい、ということでね、視聴者の皆様もコメント欄に船橋オートレース場で行われた名勝負、こういうのあったよっていうのをね、うん、紹介していただければ、はい、私たちまたそれをね特集したいと思いますんで、うん、ぜひコメントの方よろしくお願いいたします、はい、ということで本日の動画こちらで終わりにしたいと思います。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。お願いします。ご視聴ありがとうございました。明日チャンネル登録お願いします。